はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。今回もムーンパート23始めていこうと思います。前回は、最後真夜中大学月についての授業を受けて終わったと思うんですけど、なんかまあラブももらってないし、もうちょっと続きそうなので、多分夜に寝たらまた続き見れるんちゃうかなと思うので、ちょっと時間を進めて夜ベッドで寝るっていうのをもう一回やってみようと思います。さて、夜になったけどもう一回起きてすぐやけど寝まーす。これで起こるか。あ、来てくれた来てくれた、こんばんは、くじゅうはん、一緒に学校行きましょうか。何回ぐらい受講するのかな？ 2 回か3回ぐらい？なんとなくな。2回でも終わらへんかったら3回目ぐらいで終わるかな。結構楽しいからいっぱい受けたいけど。あ、今回夢？今日は夢について勉強するぞな、もし。面白い夢を見た人は発表するぞな、もし。あ、はいはいはい。なんかみんなが助けて助けてって言ってる不思議な夢を見たんですけど。あ、吉田さん。はいはい。はい、吉田くん。わし最近面白い夢見たで。女神様の夢。お、女神様って、ラブの生産してくれるあの人かな。小さな部屋にテレビが1台あったんよ。スイッチ入れたら、テレビの中にわしがおるの。ほう。ひょえーって思ったら、周りが突然温泉になってね。はあ。驚いたんやけど、気持ちよさそうやから、しばらくお湯に浸かることにしたんよ。あ、そういう前後意味わからへん夢って、実際よく見るよな。女神様ってのは、いつ出るんだ？まあまあ、そう焦らんと、聞きなはれガセハン。そんであったかい温泉に浸かってピケーっとしてたらね、湯気の向こうから女の人が歩いてくる。あ、歩く足あるんや。うちがし思う女神様顔だけやからな。背中流しましょうかって聞いたら、え、クリューを助けてあげなさいって言うんよ。まさかのうちが登場。名前だけやけど、なんやわからんかったけど、わしがはいってうなずいたらね、いきなり世界がひまわりだらけになってね、ハートがたくさん飛んできたんよ。ラブもらった。不思議な夢やったな。ムーンたちのそれも夢、試させる、これも夢、え、それもラブ、これもラブみたいなこと言う。あちらの世界が夢ならば、いや、たとわくとはね、こちらの世界もまた夢か。あ、へえ、そうやって夢を覚えていられるのは我々鳥族の能力ぞなもし。え、でもうちもたまに覚えてる時あるで。忘れちゃう時もあるけど、これからも鳥に磨きをかけるぞなもし。へえ、鳥は夢を忘れねえんだな。夢を忘れなければ月の住人たちの救いを求める声が聞こえるぞな、もし。せやけど人間には無理やろね。なんせ人間は忘れん坊やからね。夢忘れることの方が多いやろうな。クリューは夢を覚えたはる？いや、でも覚えてるのもあんねんで。昨日見た夢なんかちっとも覚えてねえや。ガセさんは昨日の件は忘れる。クリューの夢か。あれ、クリューの夢かってスナフキン言うの？見たことはあるん？もうそろそろ夜が明けるぞな、もし。今日の授業はここまで。まだまだ続きありそうやな。今回で終わりって感じじゃない。うちも夢について発表したかったな。フローラさんとかガセさんもいたっけ？みんな助けて助けてって。言って、光の扉やったっけ？なんか扉を開けてって言われたんですよっていうの発表したかった。じゃあもう一回寝て、また同じこと繰り返してみましょう。
来てくれた。こんばんは、クリューハン。行こう行こう。今回で3回目。今日のテーマは何やろ。てか、毎晩こんな、うちの家の前で、実はやってたんかな？うちが寝た頃に。いけずやな。誘ってほしかった、もっと早く。先生！質問質問！はい、吉田さん。なんで人間は忘れん坊になったんやろね。あ、最初からじゃないの？ほほう、なかなかいい質問ぞな、もし。それでは今日の授業、みんなで人間について勉強するぞな、もし。人。みんなもご存知の通り、人間というのは誠に不思議な生き物ぞな、もし。月の光が消えて以来、人間は忘れん坊になってしまったぞな、もし。あ、じゃあ月の光が、まだ綺麗に光ってる頃は忘れん坊じゃなかった。月の住人のことを忘れ、夢の中の出来事を忘れ、そして今では月の光が消えたあの日。え、そうなん？あれほど混乱していたことさえ忘れてしまっているぞな、もし。あの時はえらい慌ててはったもんね、町の人ら。その町の人らってあの城下町の人ら？特にガセさんもうすっかり忘れてんの？パニックやったからね。月の光をドラゴンが食べた、うん、ってことになってるやん。次は町を食べに来るぞ、世界が滅ぶぞってな。え、覚えてるやん。え、これではないの？合ってんの？それでいいの？せやけどみんなすっかり忘れてしもて。え、月が消えたことなんかどうでもええみたいやね。月の光を奪ったドラゴンが町に来るかも、やばいやばいで勇者に倒してもらおうわーって今盛り上がってんのちゃうの？忘れてんの？ん？ん？それが人間ぞな、もし。人間ってほんまにアホやね。人は皆忘れん坊。悲しいことも楽しいことも何もかも忘れて、一体どこへ流れゆく。ムーンワールドがこれから一体どうなるのか。このさ、ムーンワールドってこの今ここにいるさ、この世界やと思っててんけど、月のこと、月の住人たちが住んでる月の世界なんかなと思って、この前の月の授業を聞いた時に思ってんけど、やっぱりこの今授業を受けてるこの世界もムーンワールドなんか？それは誰にもわからんぞな、もし。もうそろそろ、もう授業終わり。先生、うちも質問したいんですけど。質問いっぱいある。月の住人。月、え？やっぱりここもムーンワールド？月の光が失われちゃった月の世界がムーンワールドで、ここは実はムーンワールドじゃないんかな？え、うまく説明できひん。うまく説明できひんぞ。わかる？ムーンワールドって一体どこのこと？やっぱこの世界？ガセさんたちは人間じゃないの？町の人たちって誰？忘れてしまった町の人たち。誰？一緒に学校行きましょう。少なくとも王様とヘイガー博士は覚えてて、月に行こうとしてるんやんな、とりあえず。何、いきなり今日は皆さんに悲しいお話があるぞな、もし。もしかして今日で終わり？先生は今日で定年になったぞな、もし。そんな、定年退職もうちょっとさ、延長。あ、でも、定年退職後にしたいことあるかな。そういうわけで、今日が最後の授業ぞな、もし。
悲しいお知らせや、ほんまに。最後に先生は君たちに教えたいことがあるぞな、もし。なんやろね。それは今回のテーマですか？ラブ。ラブ？ラブ？ラブ？そう。最後の授業はラブについてぞな、もし。それでは皆さんに質問するぞな、もし。ラブとは何ぞや？ラブとは？むちゃくちゃ難しい質問や。でもこの世界やと、あ、でもいいことをした時に限らへんよな。なんかエコクラブの3人に会っただけでももらったりするし、ラブを。今日は先生厳しすぎるで。夢の中、月の女神がささやく。愛に満ちれば、あー、扉が開くと。うちも一番最初そんな感じのこと言われたんやっけ、あの顔だけの女の人に。ラブを集めたらか、ん？集めたら帰れますよって言われたんだっけ。故郷の石板に書いてあったで、この世界はラブに満ちてるんやって。この世界ね、この世界はムーンワールドってことでいいの？ほんで、あー、それそのネタバラシもする。ほんでクユーがラブを集めるんやって。そう、この世界には数えきれんほどのラブが隠されているぞな、もし。せやけどラブが何かって聞かれてもそんなんわからんで、先生。うちもなんとなくで集めてたけど、具体的に説明せえって言われたら難しいな。吉田さんは正直でよろしいぞな、もし。わからないということをわからないと言える。それは進歩の兆しぞな、もし。しかしこの中で答えに近づいているものもいるぞな、もし。え、もしかして、うち誰や、それ。それは、あ、やっぱり。だっていっぱい集めてるもん、今頑張って。クリューぞな、もし。クリューやるじゃねえか。ちょっとラブ集めてることをちゃんとみんなに褒められたの初めてかもしれへんな。いつも夢の中でしかおめでとうって言われてない。ラブとは何か、今日は少し難しい質問をしてみたぞな。あ、でも問いかけるだけで答えは教えてくれへん感じ。けれど今諸君らが答えられなくても構わんぞな、もし。いつかどこかの夜空で会う時までの宿題ぞな、もし。もう先生には二度と会えへんの？100人いれば100人のラブ。100人いれば100人のラブ。いつか諸君らは自分自身の答えを見つけ出すぞな、もし。人によって違うってこと？それでは諸君、今日からしばらく真夜中大学は休校するぞな、もし。もうちょっといろんなこと受けたかったな。さらばぞな、真夜中大学の生徒諸君。これからも勉強に励むぞな、もし。さようなら。はばよ。さいなら、先生。先生、たまに街中飛んでるのも見かけるけど、それすらミンクなんのかな。よーし。わしも商売の世界に帰って一からやり直しや。働くで。あ、最後に一つだけやけどラブもらえた。このラブは先生からのラブなんかな。この人は結局、この人女神でいいんやったっけ。一番最初なんて自己紹介してきはったっけ。クリの集めたラブは、あ、吉田が再びやる気を出しました。これもフクロウ先生のおかげです。フクロウ先生から、いや、吉田さんがやる気を出したことによって生まれたラブをうちがお裾分けでもらったんかな。まだまだか。とりあえずラブはもらったから、まあ、先生も定年退職したし、真夜中大学は一区切りついたかな。
あと今なんかラブもらえそうやなって分かってるイベントはガセさんの恋煩いと、まあ、サイケはライブを成功させたいっていうやつと、なんだっけ、ノージが故郷にいつか帰っちゃうみたいな話やったっけ。で、あとは、あと何だっけ、あ、レディーテクノ絡みや。なんかビップルームでロボ町長がうんぬんかんぬんってアダーさん言ってたよな。とりあえず、ガセさんとノージ絡みは多分城下町かお城どっかやと思うので、ちょっとこの辺うろうろ なんかないか調べてみようと思います。多分絶対多分と絶対両方言ってるけど、フローラさんやんな、やんな、花屋の小娘。前も聞いたけど、住んでる場所もバッチリ知ってて、毎朝出勤してて、太陽の日はお休みで商店街の方にいる。全然興味ない、全然ない。フローラさんにガセさんのガラクタ見せてみる？ガセさんの片思いなんやんな。多分フローラさんはそんな気ないよな。はい、うふふ。ガセさんって何でも食べちゃうのよ。この前お花をあげたらパックリ。え、それはテンパってるんじゃん。フローラさんからなんかもらったの。普段から何でも食べる、お花でも食べるような人じゃないと思うで。ちょっとどっか街の中にヒントとかあったりすんのかな。吉田さんにガセさんのネームカード見せてみる。別になんかそのイベント絡みの話をしてくれそうにはないよな。ガセの宝物やね。うん、それだけ。太陽の日、フローラさんが休みとかじゃないとなんか進まへんのかな。白い紙切れが入っていました。あ、ガセのラブレターをゲット。え、ゴミ箱から？生ゴミ。あ、そういえば前もなんかこのゴミ箱は調べたけど、生ゴミとか言われるだけで役に立つようなことなかったけど、ガセさんのラブレターが入るためのゴミ箱やった？これさ、吉田さんに見せてみる？吉田さんになら見せても許されるやんな。いや、ガセさんに見せるか。あ、もう寝ちゃった。勝手に渡すの？あ、先生！先生、定年退職後を楽しんでいらっしゃる。ガセさん。はい。なんだそりゃ。どれどれ、ちょっと見せてみろ。あ、寝てて反応してくれへんかと思ったけど、ちゃんと反応してくれた。え、もぐ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 、食べちゃった。え、食べちゃった。あ、なくなっちゃった。え、なくなっちゃったよな。食べられた。ガセさんに見せたらあかんかったんかな。別にこれでラブもらえたわけでもないし。また次の日改めてゴミ箱調べたら、またラブレター復活してるかな。今は入ってない。ガセさんに見せたらあかんのやな。吉田さんに今度見せてみよう。フローラさんに渡すのはその後。勝手に渡しちゃっていいんかな。ほんで、タコ UFO も飛んでるけど、どうしよう。時間が経つまで待つか。さて、朝が来たけど、牛田さん
と喋ってんのかな。あ、牛田、調子はどうだ。あ、この前聞いた話と同じか。最近胸がドキドキ、心臓がチクチク。やばいもの食って病気。ほんまにやばいもの食べて病気な可能性もあるよな。恋もしてるかもしれへんけど。そんな風に生きとったら一発男をあげる前に干からびますぜ。しょんぼり。どのタイミングでラブレターゴミ箱に入るかな。ちょっと見てきてみる。でも昨日の今日でな、加瀬さんこっちの方には来てないから。はい。あ、いつの間に。ずっと加瀬さんを張ってたはずやのに。ラブレターゲット。ちょっと吉田さんに見せよう。ガセさんの目の前にいる吉田さんに見せるのはガセさんがかわいそうかな。いやでも見せてみよう。ちょっとちょっと吉田さんこれ見て。ガセのラブレターやね。あ、え、いや邪魔するつもりはないで。むしろ推し進めてあげたらいいんかな。それって邪魔じゃない。でもガセさんに見せたら食べられちゃうから。ちょうどいいところに。ちょっとフローラさん、え、渡していいんかな。でも渡すしかないよな。これちょっと多分フローラさん宛てですよ。え、私にこれ本当。へえへえ、反応がへえな。そっかそっか、うふふ。あ、でもちょっと嬉しそう。じゃあ私のお返事も彼に渡してくれる？あ、フローラのお返事をゲット。吉田さん、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 もうちょっとこっち来て。間違ってガセさんにもう渡しちゃっても嫌やからさ。ちょっと吉田さん、こっち。あ、ちょっと吉田さん、これ見て、これ見て、フローラのお返事やね。あ、一緒や。そうやな。じゃあもう早速渡しちゃうわ。ガセさん、ガセさん、ちょっとそっち行く前にさ。はい。なんだそりゃ。ちょっと見せてみな。どれどれ、どれどれ。ほほう。え、あ、振られましたね。ガビーン。ゲゲゲ。はぁ、え、でもびっくりしてる。ひょえーくー。え、いや気になんねんもん。何ジロジロ見てんだよ、おめえはよ。あ、まあそうですよね。すいません。でもなんて書いてあったんやろ。ガビーンとは言ってたけど、いいお友達でいましょう的なことで、でも締められてたから、そんななんかすごいショックも受けてなかったんかな。あ、帰ってきた。いや文句はないよ。気になるなぁ。でもこういうのはもう二人の問題やもんな。いや気になるけどな。いやまあまあよかった。あ、じゃあラブももらった。で、あとノージやな。次はノージをストーキングしてみる。ガセさん思ったよりスッとできたからな。なんて書いてあったんやろう。でも、険悪な感じにはなってないから、よかった。あ、ノージ。ノージ、いつか帰っちゃうの？うん、大事にしてるよ。あるよ。確認する？はい。大事にしてね。大事にしてる。ちょっと一日、つきまとってみようか。朝が来て、あ、でも、朝すぐ起きるわけじゃないねんな。お！びっくりした！目覚ましのかけ方！こっちがびっくりした！うわ、びっくりしたな！毎朝これで起きてんの？びっくりした！結構ハイテクやな。おはよう。これでまたいつもの場所に行って人を観察してんのかな。でもお城そんなそこまで人来おへんやろ。人の心を勉強するために留学しに来てん
るとか言ってたっけ。ちゃんと勉強なってるかな。あ、この時間帯はこの辺でちょっとうろうろしてんのよ。あ、でももう話しかけてもいつものことしか言わへん。つきまとってたら故郷に帰っちゃうヒント得られるかなと思ったけど、あんまりわからへんな。どうした急に。クリュウくん、僕はイビリーさんを見てて人の心が少しわかったよ。ひたすらもう一日ストーキングしてたんですけど、急やな。お？あ、え、パパ？ノージよくやったな。パパはお前が誇らしいぞ。え、パパ幻なん？え、これ本物？固く心を閉ざしていたお前も人の心を理解したようじゃ。はあ、イビリーのおかげ？もう学ぶ必要もないだろう。今度迎えをやる。ママも寂しがってるから早く帰ってこい。あ、これで、え、でもいつ帰っちゃうん？明日も勉強だ。僕は寝るね。おやすみ。おやすみ。そっか。ノーチが帰っちゃうきっかけの一つとして、イビリーのあの紙飛行機じゃないけど、あの飛行機のな、エアプレーンか。確かにあれにノージ最後関わってくれたもんな。あれが終わるのもきっかけの一つなんや。よし、一旦寝ました。ノージのパパが帰っておいでって言ってたけど、いつどうやって帰らはるんやろう。え？そうなん？ガサとフローラは両思いなのですよ。あなたがネタバレさせていいの？そんな人の心を読み取って、まあ内緒で教えてくれたんやろうけど、あんま人に言ったらあかんで。あと21ラブか。何回も言うようやけど、遠いな、次のレベル30が。ノージは終わらせたいねんけどな、今回のパートで。ん？お、フレットのカード、そうか、もらってなかったか。あ、もしかしてイピリーももらってない？めっちゃ今更やけど。はい、城の内部事情については話せん決まりだ。ああ、そうだ、ああ、もらってなかった、ありがとう。フレッドについてどう思ってんの？あ、間違えた。はい、毎朝私が起こさないと仕事に出てこないのだ。あ、起こしてあげてんのや。困ったものだ。フレッドはイビリーについてどう思ってんの？はい、彼が出かける夜だけがチャンスなんです。え？ふふふ。あー、これはイビリー絡みのなんかか。その夜更かしうんぬんで眠いってずっと言ってるイビリーの、イビリーじゃない、フレッドの秘密。彼が出かける、まあ確かに何曜日だか忘れたけど、ワンダさんのバー行ってるよな。で、ノージよ、ノージ、どんだけつけ回してるかわからへんけど、
解決の糸口が見えへん。あー、ちょっとどんだけノージーを追いかけてもノージーが変える気配がないので、一旦ちょっと本番は今回のパート中にノージーはノージーからラブもらって終わりたかったんですけど、ちょっと諦めて今回のパートはここまでにしたいと思います。もう録画時間が1時間と40分50分になりそうなんで、ちょっとここで区切らせてもらおうと思います。ここまで見てくださってどうもありがとうございました。ちょっと次はノージはひとまず置いといて、テクノポリスに行ってみようと思います。はい、ではでは、またね、バイバーイ。